世界で戦車不要論が発言される中、ウクライナ侵攻では、戦車戦など見ると、戦車は必要なのではないかとの話も出てきている。日本の陸上自衛隊には、一丸式戦車があり、軽量化され、移動が容易として、今、注目を集めている。今回は、一丸式戦車の意外な性能を詳しく見ていきます。普段の戦車は60トンもの重さになるとの話、一丸式戦車はそれよりも軽いし、複合装甲で防御力も強化されています。三菱の開発はすごかった。近年では一部で戦車不要論を耳にすることも多いが、そうは言っても、戦車が、未だ、陸上戦力の中核の一つであることは間違いなく、日本の陸上自衛隊でも、2010年度の防衛予算から、最新鋭の一丸式戦車の調達を進めている。第二次世界大戦での敗戦以降、創設された陸上自衛隊では、これまで26人式戦車、74式戦車、90式戦車ときて、最新鋭の一丸式戦車の装備に至っており、国産としては4代目となる主力戦車として装備を継続している。これら4台の主力戦車の中では、最古参の6、一式戦車が2000年に全代替役を迎えているが、2023年現在でも以後の74式戦車、90式戦車、一丸式戦車の3機種が運用されており、74式戦車は2023年度末には実戦配備は終了する見込みである。残る90式戦車が341両、最新鋭の一丸式戦車は2023年度の防衛予算までで126両の生産が確定してはいるが、2014年度以降の防衛計画の大綱、2022年末からは国家防衛戦略に対象では、戦車の定数は300両と明記されている。そのため、今後は、一丸式戦車の生産と配備を継続する一方で、九丸式戦車の退役も同時並行で進められる予定であり、かつての旧ソ連とアメリカとの冷戦期には、北海道への旧ソ連軍の侵攻を阻止する中核戦力とされた戦車も、大きく数を減少させている。西側諸国の現在の主力戦車、例えばアメリカの M1 エイブラムスやドイツのレオパルトに、イギリスのチャレンジャー2等が軒並み防御力の強化のために60トンを超す重量となっているのに比して、10式戦車は90式戦車よりも軽量化されている。90式戦車の場合、全長は 9.80 メートル、全幅は 3.40 メートル、全高は2.30 メートルで、およそ50トンの重量だったが、一丸式では、全長は 9.42 メートル、全幅は 3.24 メートル、全高は 2.30 メートルで、およそ44トンの重量に収められている。ちなみに、アメリアの M1A2 エイブラムスは、全長は 9.83 メートル、全幅は 3.66 メートル、全高は、2.37 メートルで、およそ63トンもの重量があり、ドイツのレオパルトにならば、これよりも、さらに大きく重いスペックとなっている。こうした使用上の数値を見る限りにおいては、一丸式戦車は、西側諸国の主力戦車とは異なる、運用コンセプトの下で開発されたと言えそうで、それらが、アップグレードを重ねて、大重量となっている点とは、大きく異なる。前述したように、日本の陸上自衛隊の場合、前級の90式戦車であっても、その重量は、およそ50トンほどと、西側諸国の今の主力戦車に比すれば軽量ではあるものの、その重量であっても、運用は、かなり、北海道方面に特化したものだった。本州の場合、90式戦車の重量であっても、通行が可能な橋梁には、
大きな制約があったため、旧ソ連の崩壊後、北海道方面への仮想敵国の上陸という可能性が極めて低下したことが、ヒトマル式戦車の設計に反映されたと言えるだろう。また、ヒトマル式戦車の開発に際しては、こうした日本の本州方面での運用に加え、西側諸国の主力戦車への実装が一般化されつつあった C4I、コマンデッドコントロールコミュニケーションズコンピュータズ&インテリジェンスシステムの採用が必須とされた。C4I、コマンデッドコントロールコミュニケーションズコンピュータズ&インテリジェンスシステムは、戦闘時の指揮や統制、通信とコンピュータと情報の全体管理を司るもので、ヒトマル式戦車は、これを、陸上自衛隊の戦闘車両として初めて実装した。この C4I、コマンデッドコントロールコミュニケーションズコンピュータズ&インテリジェンスシステムは、他の陸上自衛隊のシステムと連動させる機能と、各ヒトマル式戦車間で、最大で、中隊規模の戦術単位で使用されるものとなっている。こうした仕組みの導入は、戦闘機で言えば F-35 ライトニング2のような単体での戦闘力というより、組織的で有機的な作用を友軍全体で共有するコンセプトと似たもので、戦場における認識率の大幅な向上が期待されている。既存の74式戦車や旧マル式戦車においては、この C4I、コマンデッドコントロールコミュニケーションズコンピュータズ&インテリジェンスシステムを改修によって後付けすることは、車内スペースの面から困難とされた。また、非常に多くの電力を、この C4I、コマンデッドコントロールコミュニケーションズコンピュータズ&インテリジェンスの稼働には必要となるため、その供給も既存の74式、戦車や旧マル式戦車では対応が難しいと判断されている。こうした点も戦闘機で言えば、F-35 ライトニング2の状況と酷似しており、今後の戦闘システムが想定された通りの効果を得るためには、陸海空ともに各種の装備品における電源供給が大きなポイントになるであろうことを示している。ヒトマル式戦車の開発は、これまでの陸上自衛隊の戦車と同様に、日本の防衛関連企業の小樽三菱重工業者が担当しており、2002年から2009年までの7年間をかけて開発が実施され、試作が2008年、そのテストが2009年と並行して行われた。旧マル式戦車に比して小型化、軽量化が行われた。ヒトマル式戦車ではあるが、攻撃能力、防御能力、機動性能といった根幹の性能については、これを上回ることが目標に掲げられて開発され、スペック上では、そのコンセプトは達成されている。ヒトマル式戦車が搭載している、主砲波及マル式戦車とサイズ的には、同様の44口径の 120mm 滑降砲ではあるが、日本製鋼所の技術によって、砲自体の重量は 13% ほど軽量化されており、全体の軽量化にも貢献している。このため、ヒトマル式戦車の主砲波及マル式戦車の砲弾との互換性を有しており、その他にも、同様の口径である NATO 仕様の砲弾とも、同様の運用が想定され、さらに、それらの長砲身の55口径砲弾に対応可能とするための換装も視野に入れられている。現代に限らず、主力戦車の防御能力は、自身が装備する主砲の砲撃と同様の威力に耐えることを前提にしているため、ヒトマル式戦車も、その想定であると思われ、新規に開発された複合装甲が、そのために使用されている。戦車の複合装甲といえば、チョバムアーマーとイコールを連想する方も多いようだが、厳密には、チョバムアーマーは、イギリス軍が、
チャレンジャー1戦車に初めて採用した複合装甲の一種で、固有名詞である。複合装甲自体は、鋼鉄以外に、それに、合成樹脂や炭素繊維の複合材や、強化ガラス繊維、セラミック等の複数の素材を組み合わせて構成された装甲のことであり、さらに、劣化ウランやチタン合金等を用いたものも存在している。これらの複合装甲は、開発国の戦車の防御性能を示す重要な要素であるため、その製造方法や追弾性能は、かなり機密性の高い情報と見さされており、各国とも、その秘匿には最大限の注意を払っていると言われている。昨今のロシア・ウクライナ戦争においても、レオパルト2などの西側諸国製の主力戦車の供与を推進するため、イギリスは、率先して、自国のチャレンジャー2戦車の供与に踏み切ったが、一説には、その最前線への投入は許可されていないとも言う。それは、自国の主力戦車であるチャレンジャー2を、ロシア側が鹵獲し、その複合装甲の性能が露見することをイギリスが恐れたためと揉めされているが、実際に、こうした逸話が、事実であるのか否かは、判然とはしていない。しかし、かつてのイラク戦争においては、アメリカ軍に M1 エイブラムスやイギリス軍のチャレンジャー2が、イラク軍が装備する旧ソ連、ロシア製の輸出仕様とは、現 AT-72 等の戦車を一方的に破壊した事実も、記憶に新しい。あの時の戦果を鑑みれば、ロシア・ウクライナ戦争においても、単純な戦車戦において、ロシア側が、勝利を収めることは困難なのではないかと思っていたが、防御を固めたロシア側の防衛線を前に、西側製の戦車も損害を強いられているのが実情に見える。